車両の上に青いランプがくるくる回ってございますが、あれは今遠隔操縦のモードになっているということを示しています。そしてその車両の上にちょっと煙突状にポッと出て先端がくるくる回ってる部分がございますが、あれがレーダーを使って車両周辺の障害物を検知しているということです。で、おおむね手前から40メートル先まで360度手前奥方向という振り回して常に障害物があるかどうか検知しながら走っていくということです。で、今この車は何もなければまっすぐ進むように設定されています。で、ただ我々その前方に立ったマネキン、あるいは段ボールの上に座ったマネキンを設置して、最後には車両が通行できないように段ボールで道を塞いでいるということでございます。で、これを車両が自動的に検知して曲がって止まれるかというところを皆さんにご確認いただきたいと思います。ただし車両にはもう万一のためにあり、安全のために人がブレーキを踏めるように人が乗っておりますが、それはその人が運転してるわけではなくて、一応まあデモということで安全のために人を乗せているということでございます。それではデモ走行を始めさせていただきます。所要の位置で止まりました。今いろいろ速度を設定できるんですが、今は最高速度20キロに設定して速度させました。で、これだけですとこれいろいろ障害物をマネキンが倒れました。すみません。自動的に障害物を検知して車が走っていくというのであれば、こうそういうのテレビでも見たことあるよという方多いかと思うんですが、今回はですね、せっかく皆さんに来ていただいておりますので、こう自分たちでちょっとハードルを上げまして、バックで後ろの障害を検知しない自動に戻ってくるというのに挑戦したいと思います。ちなみに前回は途中で止まっちゃいました。ただ1回目はうまくいきました。さあ今回はどうでしょう。結構動き出してもノロノロという感じですが、これ人がバックで運転するときも結構難しいのと一緒で、なかなかこう難易度が高いと言いますか、はい、無事所要の位置に戻ってくることができました。ありがとうございます。